では、主語が I, U 以外の文について説明していきます。はい。I、私とか私が含まれるものを、一人称と言います。で、You、あなたとか、あなたが含まれるものを二人称と言います。はい。だから、この一人称と二人称以外、はい。これを三人称と言います。三人称。で、今回は三人称の単数、一人とか一つ、はい、が主語の場合の話です。はい。まずは復習からです。B 動詞の場合。主語が I の時には、B 動詞は am を使ったはずです。主語が U の時には、B 動詞は are を使いました。はい。では、主語が三人称単数の時の B 動詞は何を使うかというと、is を使います。はい。なので一番は、can is tall。これで、can は背が高いという意味になります。はい。で、同じように2番。彼は、はい。これも、I でもない、U でもない。そして、まあ、一人の話をしているので、三人称単数です。はい。だから B 動詞は is を使う。はい。で、3番。主語が C の場合もそうです。はい。I でもない、U でもない。単数、一人の話なので、やっぱりこの場合も B 動詞は is を使います。では次に、丸2番の文を否定文に直してみたいと思います。はい。まあ、B 動詞の、まあ、否定文の直し方をそのまま使えばいいです。はい。なので、B 動詞 is の後ろに not を入れる。はい。もちろん、まあ、is と not を、まあ、合体、くっつけて、isn't という形にしても OK です。はい。で、次。丸3番の文を疑問文に。はい。これも、他の、まあ、B 動詞、am とか are の時にやったのと一緒です。はい。B 動詞を前に持ってくればいい。はい。主語よりも前に持ってきます。そして疑問文なので、最後はクエスチョンマーク。はい。で、その答え方は、yes, she is. あるいは no, she isn't. はい。she is tired まで書く必要はないです。はい。yes, she is か no, she isn't. はい。で、じゃあ、1番の文を疑問文に直す。はい。この場合、同じように、まあ、is を前に持ってきて、クエスチョンマーク。で、まあ、is can tall? はい。で、in だけれども、問題はその答え方です。はい。yes の場合、そのまま can, is ではなくて、この場合、代名詞を使います。はい。can という名前の人はきっと男の人なので、この場合、yes, he is。という形になります。同じように、no であれば、no, he isn't。はい。答えるときには、代名詞を主語にするので、そこを注意してください。次に、一般動詞の場合です。一般動詞の場合、主語が、I でもない、U でもない、そして、一人とか一つ、つまり三人称単数だった場合には、一般動詞の後ろに S や ES がつきます。はい。中には IES になるものもあります。では、S や ES の付け方を説明します。まず括弧の1。普通は S をつけるだけです。はい。普通は S をつけるだけ。で、括弧2番。単語の最後が SH、CH、S、O, X で終わってる場合。はい。この時には ES をつけます。はい。で、括弧の3番。C 音字プラス Y の場合。はい。この時に Y を I に変えて ES をつけます。では練習問題です。括弧の1番。Like の場合。はい。この場合、普通に S をつけるだけで OK です。はい。
で、次2番。ウォッシュの場合。この場合は、SH で終わっているので、S ではなくて ES をつけます。はい。で、3番。プレイの場合。Y で最後終わっています。なんだけれども、その前の文字が母音です。あ、い、う、え、おと読める、母音なので、この場合はただ S をつけるだけ。はい。そして4番のように、Y で終わってます。そしてその前の文字が C 音です。はい。この時に Y を I に変えて ES にします。はい。で、最後に Have はちょっと特殊な形で、Has という形に変わります。ES をつけるときの覚え方です。SHCHSOX 動詞の後ろがこれらで終わっている場合には ES をつけます。はい。なのでこれを覚えなければいけないんだけれども、ローマ字読みのようにすると、社長のソックス、まあ靴下って意味だね。はい。っていうふうに読めるので、ES をつける場合は社長のソックス、はい、で覚えるようにしてください。では次に、主語が三人称単数の場合です。今、he plays basketball っていうふうに、主語が三人称単数なので、一般動詞の後ろに S がついています。はい。じゃあ、これを否定文にする場合にはどうするかというと、主語が you の時には、don't を一般動詞の前に書きました。はい。主語が三人称単数の場合はどうするかというと、don't ではなくて doesn't。 はい。これを一般動詞である play の前に書きます。はい。そして、この s が、この前の方、doesn't の方のこの s の方に移動していったって考える。はい。なので、否定文に直したら、この s は取ります。はい。だから、he doesn't。play バスケットボール。はい。これで、彼はバスケットボールをしませんという否定文になります。はい。で、疑問文の時も同じで、do ではなくて、この場合、does を文の先頭に書きます。主語よりも前に書く。そして、この play の後ろについている s が、ここに、この does のところに移動したって考えます。なので、この S は疑問文に直したらもう取ります。はい。で、もちろんクエスチョンマーク忘れずに。なので、Does he play basketball? はい。これで彼はバスケットボールをしますか?っていう疑問文になります。はい。で、その答え方は、Does で聞かれたんだから、Does で答えます。つまり、Yes, he does.もしくは、no, he doesn't. はい。does で聞かれたので、こうやって does で答えます。では、主語が三人称単数で、can が使われているときの、説明です。はい。まず大前提として、助動詞である can、何々できるっていう意味があるこの can の後ろってのは、必ず動詞の原型です。はい。原型っていうのは元の形。だから S とか ES をつけない形です。はい。なので、主語が、he だろうが、まあ、三人称単数の he だろうが、I だろうが you だろうが、can の後ろは必ず動詞の原型なんです。はい。だから、主語が三人称とか関係ないです。そのまま、he can use this dictionary. はい。って形になります。で、否定文、疑問文にするときも一緒で、否定文にしたければ、ここを can't にすればいいし、疑問文にしたければ、can he って形で、この can を、主語よりも前。はい。前の方に、持ってくれば OK です。では、主語が複数の場合の文について確認していきます。まず B 動詞です。
主語が私たちとかあなたたち、彼らは、Ken and Jay みたいに、とにかく2人以上とか2つ以上あったとき、その時に使う B 動詞は、are です。はい。you の時と一緒です。で、じゃあその否定文はって言ったら、B 動詞の後ろに not を入れれば否定文になります。はい。もちろん短縮形にして aren't にしてもいい。で、疑問文であれば B 動詞が主語よりも前に、先頭に来ればこれで疑問文になります。はい。では次に一般動詞の場合です。はい。主語が複数、いる場合には、動詞は原型、元の形です。はい。だから、6番みたいに、彼らはっていうと、これ、三人称です。はい。私、あるいはあなたを含まないので、これは三人称なんだけれども、複数なので、S や ES はいらないです。はい。で、じゃあ、それを否定文、疑問文にする。はい。どうすればいいかというと、一般動詞の前に don't 置けばいいし、疑問文だったら do を先頭に置けば疑問文になります。